セカンドラウンド A ブロック第2試合。セカンドラウンド A ブロック第2試合はファーストラウンドを勝ち上がったカンプ君と楓君の戦いです。はい、ロー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 。それではカンプ VS 楓のビートをまずは聞いてみましょう。 DJ 柳武、ビートはこれだ。それでは先攻後攻決めましょう。最初はグー、じゃんけんほい。後攻で先攻、赤コーナー楓、後攻青コーナーカンプ。 DJ は柳武、ザ、yeah. スピンダッシュ、yeah.俺が俺何のため歌うだけ、あの日のマイナスすらプラスだぜ。クヘア同世代今見とけ、優勝してあいつらに配るまで、yeah. 俺がスピットする現代シュッと打ち抜くシューター把握の中に打ち込んでワーストに勝つ、yeah. 誰でもできることをドヤ顔でやっているレベゼン名古屋ローカル。昔は詐欺で恐喝、今は音楽で倍以上出す。それだけ俺はただ上に進んでいくぜ。お前は帰れ、ピンとこないね、ひどこと帰れ、地元に帰れ、yeah. Yeah. 東京勢の悪いとこローカルに来たことないだけだろ。俺はどうかどうあるたか、革命は地方のローカルから。ああいつだってやってる、だからこの場地下から。こいつ音源でマウント取るけど、俺と同い年の時何も出してないよ、yeah. お前にもあるように痛みがあった、人に騙されて捕まった、死ぬほど周りを疑ったけど俺を救った歌があった。俺は変えるためにやってるこのワンマイク、アベマのコメラはヘイトしかねえし、現場に出ちゃえば手のひら返し。それまでそれでは先攻が赤コーナー楓、後攻が青コーナーカンプでお願いします。レッツジャッジ。お願いします。もう一回出ました。カンさん、これはもうどっちも良かったという。どっちも良かったし、もうみんな満場一致で審査員の方のもう一回っていう形で、はい、なるほど。どちらも本当にね上げてましたですからね。さあそれでは行きましょう。ヒダディさん、お願いします。はい、それでは DJ 柳武、延長のビートがこれだ。先攻後攻が入れ替わります。先攻が青コーナーカンプ、後攻が赤コーナー楓、8小節の2ターンで行います。それでは行きましょう。 DJ 柳武、スプリンドッシャー。おい、はい、埋められたやつもいたけどな、そいつが今どうなってか知らないが、また無駄遣いで増えるディオプラだ、仲間内の貸し借り利息だ。だ俺は感謝を持って敬意を持ってまたラップするぜ。延長戦マジめんどくせえけど相手が誰でも遠慮せん。俺はこいつの高いベルトより友達と飲むコーナーの方が最高だぜ。ああだからこれ超えるレース、時間と優勝プライスレース。ああ目せる言葉名古屋、あいつらの廊下でに夢を見せるぜ。俺はこだわり最後にどうだ、俺に夢を見てマイクを持った、yeah.マイクを持ったやつもいるぜ。お前がコーラだったら俺はクラブで飲んじゃう神風、行っちゃう殺すカンプなきまで、上に行くため俺はやるぜ。
ち、ママはパートで夜スナック、貧乏育ち中指でファック、お前キャンプなきまで、いや0点で完封するだけ、ああだからさチープなファック、逆転現象イレブンバック、ああ俺はその先言葉で、俺がさ立てるさバレる、分かってる勝てる信じてる、凡人だってここ主人公になれる、それまで。それでは先攻が青コーナーカップ、後攻が赤コーナー楓でお願いします。レッツジャッジ、決めていただきましょう。お願いします。ドン、どうぞ。楓の勝利。さあ延長戦も本当にすごい戦いでございました。フォークさんいかがでしょうか。はい、俺は楓にあげたんですけど、うん、いや完封もめちゃくちゃ良かったし、ね、お互いあの前半4小節は必ずこう返す、かつお客さんを盛り上げるっていうのがもうずっとできてて、うん、あとはもう後半の完成度みたいなところでどういくのかっていうのと、あとはもう先行後攻でやっぱ一番最後の最後をちゃんと綺麗に楓が決めれたっていうことがやっぱ大きかったと思います。はい、いや本当にちょっとの差だったということでございます。両方さんいかがでしょうか。楓もカンプもいろんな大会でここ2年ぐらいずっと見てたんですけど、まあ、カンプは本当にすごい今回仕上げてきててめっちゃ良かったんですけど、あカンプは良かったんですけど、なんか楓の方が今日ここで勝ってどうなるっていう意識が より強く見えたっていうか、うん、それで楓を選びました。なるほど、はい、本当に2人がねどんどん成長しているというお言葉をいただきました。カンさんいかがでしょうか。いや実際あのもう一回上げたいぐらい本当に難しかったですね、うん、はあはあ、はい、まあただこの楓のこの綺麗にまとめる言葉の良さもすごい魅力的だったけど、うん、まあ僕もうここまでいくと好みかなっていう部分もあるんですけど、そうですね、はい、うん、まあ、ただこのカンプのこのハングリーさだったり、うん、まあ、育ちだったりっていうバックボーンも含めて、うん、まあ、ラップに昇華してるスタイル好きなんで、ええ、まあカンプにしました今回は。なるほど、はい、はい、ということでございます。さあ熱いお二人に大きな拍手、皆さんお願いします。カンプ君、楓君よかったです。さあということで楓君準決勝進出です。おめでとうございます。 OK、 ありがとうみんな。俺ヒップホップやってるから今日もアルバム出した、絶対聴いてくれよマジで。お、あと KTKT そうそう連絡返せバカがお前。ありがとうな。さあ KT ちゃんもきっと見てくれていることでしょう。